キワ駅は、和歌山県和歌山市中之島にある、西日本旅客鉄道紀勢本線の駅。当初は、和歌山駅であったが、市の代表駅、主要駅としての地位は、早々に、和歌山市駅や和歌山駅に移っている。旧駅舎明治大正時代と思われる、和歌山駅とが置かれていた、当時の和歌山駅1898年、当駅と船渡刈駅との間に開通したキワ鉄道の和歌山駅として開業。和歌山城下北東の外れに位置し、現在でこそ、紀勢本線の一中間駅になっているが、開業当初は和歌山市の玄関口であり、最盛期には構内に和歌山機関庫を置き、東客車留置線の先端は、阪和線築堤直下に達する広大な用地を持っていた。しかし、開業からわずか5年後の1903年3月には、大阪市と直結する南海鉄道が和歌山北口駅から南進するとともに、紀和鉄道も当駅から西のして和歌山市駅が開業し、地域における当駅の重要性は早くも低下した。1904年8月に紀和鉄道は、関西鉄道に買収され、さらに1907年10月には、同社が国有化されたことで、和歌山駅は国鉄の駅となった。当時国鉄は南海鉄道の国有化も予定しており、同社買収後は和歌山市駅の機能を当駅に移転し、建設中の紀勢再生や阪和電気鉄道も当駅発着とする和歌山大停留場構想が計画されていた。しかし、南海の買収は失敗に終わり、また、ターミナル駅建設に要する拒否は、紀勢再生建設に回すべきとの声が高まったことで、計画は白紙となった。1924年2月28日、紀勢再生が当駅から美濃島駅まで開通し、和歌山線と紀勢再生の分岐駅となった。しかし、紀勢再生への直通運行のしやすさを重視した阪和電気鉄道が当駅ではなく東和歌山駅との接続を選択し、1930年6月16日に阪和東和歌山駅を開業させると、当駅の重要性はさらに低下した。そして、阪和電気鉄道が南海鉄道山手線を経て1944年11月に国有化されると、大阪、南紀ルートから外れた当駅に代わり、国鉄における和歌山のターミナル駅の座は完全に東和歌山駅へ移ることとなった。第二次世界大戦後、和歌山の中心駅としての地位を完全に失った当駅は、その駅名もまた東和歌山駅に譲ることとなり、1968年2月1日、紀和駅に改称された。1961年7月1日に、和歌山線田井の瀬駅と東和歌山駅を結ぶ短絡線が開通した。当初は貨物支線だったが、後旅客列車も運転されるようになり、1972年3月15日から和歌山線のメインルートとなった。その一方、従来からあった田井の瀬駅から当駅までの路線が支線となった後、1974年10月に正式に廃止されたことにより、当駅は和歌山線から外れ、紀勢本線の中間駅の一つとなった。1978年には、紀勢本線の新宮駅和歌山駅間が、和歌山駅から和歌山市駅を残す形で電化され、美濃島方面からの直通列車が激減した。1985年には、列車交換設備を撤去されるとともに無人化された。高架化工事前にあった旧駅舎は、木造モルタル塗りの大きなものだったが、解体直前には無人化の影響もあって、荒廃していた。旧駅舎に掲示されていた建物財産表には、大正9年3月と表示されていたが、幾度かの改築で、完成時の面影は少なくなっていた。1900年に、大和田武樹が作詞した、鉄道唱歌第5集49、50番の歌詞にて、当駅が登場する。親の恵みの小川より、また乗る汽車は、紀和の線、船渡田井の瀬打ちすぎて、和歌山三重市嬉しさよ紀の川口の和歌山は、南海一の都会にて、宮は、日の熊国かかす旅の心の慰やまかつては、単式、島式2面3線のホームを有していたが、1985年3月からは、島式ホームが廃止され、単式ホーム1面1線のみを持つ構造となった。そして、駅周辺の立体交差化に伴い2008年10月にICOCA化され、エレベータも設置された。なお、工事期間中は2両分しかない仮ホームを北側に仮設していた。和歌山市の玄関口としての雰囲気を残していた駅舎はICOCA化工事のため解体された。2017年7月15日よりICOCAなどの IC カードが利用可能となっている。当駅は和歌山駅管理の無人駅である。停車列車はすべてワンマン運転であるが、当駅ではすべてのドアが開く。トイレは駅舎内にはないが、駅前の公園にトイレが設置されている。2019年度の1日平均乗車人員は136人である。駅は市街地に近接した立地だが、1時間に上下各1から2本の列車しかないほか繁華街からも外れていることもあり、利用者は少ない。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。ありがとうございます。